結城哲郎は毎日放送出身のフリーアナウンサー。MBS のアナウンサー室長やエクゼクティブアナウンサーを経て2011年6月から2017年3月まで関連会社のガオラへ出向していた。アナウンサーとしては主にスポーツ中継を担当。息子の結城良司も TVQ 九州放送でスポーツアナウンサーとして活動している。東京都の出身で 中央大学卒業後の1975年に毎日放送へ入社した同期入社のアナウンサーに伊藤正春などがいる毎日放送への入社後は阪神甲子園球場からの阪神隊巨人戦テレビ中継で年に1試合メイン実況を担当するなど長きにわたってスポーツアナウンサーとして活躍1995年にはオリックス2003年には 阪神のリーグ優勝の瞬間を、いずれもラジオ中継で実況している。また、2001年までは、毎年12月中旬に行われるアメフト東西、大学王座決定戦、毎日甲子園ボールのメイン実況、2008年まで、ルプが公式戦、水のクラシックのメイン実況を務めてきた。その一方で、MBS テレビで、アナウンサー総出演番組、アドリブランドを放送していた時期には、 スポーツ実況の経験から、後の人気企画、何でも実況を発案。2007年8月に開催された世界陸上大阪大会の開会式では、同局が地元局として大会の中継に携わった関係で、場内の日本語アナウンスを務めた。毎日放送の社内では、アナウンサー室事長兼、アナウンサーセンター長を経て、2005年6月からの村。 ケージの公認でアナウンサー室長に就任。同局のスポーツアナウンサーでは初めてのケースでありながら、偉くなっても現場で実況するという目標を果たしつつ、2009年6月24日まで室長の職を務め上げた。なお、結城の公認にはアナウンサー室次長兼アナウンサーセンター長の高垣信弘が室長を兼務している。結城はエグゼクティブアナウンサーとして、 アナウンス業務に、再び宣伝。ただし、MBS ラジオのプロ野球中継では、2011年6月11日に、MBS タイガースライブで放送された、西部大阪神を最後に、実況担当を退いた。2011年6月23日付で、系列の CS 放送局ガオラへ出向。2014年までは、北海道内での日本ハム一軍主幹事案や、 選抜高等学校野球大会などの野球中継で実況を担当していた。2017年3月31日付でガオラを定年退職。退職後はフリーアナウンサーとして活動している。2019年現在は CS 放送局で中継、放送される国際大会、国内の少年野球大会での実況が中心。趣味はバドミントン。 フォークソングの鑑賞、ギターによるフォークソングの弾き語りなど。毎日放送時代には後輩アナウンサーが参加するバドミントン部の部長やフォークソングに関するラジオ番組のパーソナリティを務めた経験もある。また、自身の結婚式のナコードを先輩アナウンサーの藤本英治が務めた経験からアナウンサー室長だった2007年には部下のナコードを務めるという。 もう一つの目標を近藤の結婚式で実現させている。ちなみに自身と同じ年にアナウンサーとして NHK へ入局した三宅田美代とは当縁の関係にある。フリーアナウンサー転身後の2017年10月22日には TVQ スーパースタジアムパリーグクライマックスシリーズファイナルステージ第5戦ソフトバンク対楽天中継に ソフトバンク側のベンチリポーターとして出演。TVQ からの依頼によるもので、同局に勤務する領事が実況を担当したことから、テレビの野球中継では、初めての親子共演が実現した。以下はいずれも、ガオラで放送。NHK ウィークリーステラ1999年6月18日号、全国アナウンサーキャスター名ー,ー毎日放送、有紀哲郎アナウンサーのブログ、 アフターファイブ2011年6月21日付更新分より、九州放送の結城ナが、初の親子共演ア日スの、第5戦。日刊スポーツ。 https://www.nikkansports.com スラッシュベースボールスラッシュニューススラッシュ 20171021000284.html2017 年10月21日閲ラン出航前は、MBS に所属する他のスポーツアナウンサーと同じく、ローテーション扱いで担当。出航後も、 北海道外での一軍主幹試合中継では MBS のアナウンサーがローテーションで実況する。ありがとうございます。